ほうれい線や顔のたるみでお悩みのそこのあなた、顔の筋膜リリースをやりましょう。こんにちは、井上です。今日はですね、ほうれい線とか顔のたるみとか老け顔にお悩みの方、そんな方向けにですね、顔の筋膜リリースをして顔を引き上げてほうれい線やたるみを解消していこうと。顔にはですね、無数のリンパが存在していて、その全てのリンパを流すことがとっても重要なんですけど、施術をしててここのエラのとこのリンパ、ここが詰まってもうねズロンってなってる人が多いんですよ、結構。でそうなってくると、ここで下にグッと引っ張るので、顔がブーってブルドッグみたいになってきて、どんどんほうれい線ができてきてっていう最悪な状態になっていくので、全部のリンパを筋膜リリースしながら流すことで一気に引き上がる顔になるので、一緒にやってください。まず最初にこっち左側からやっていきますね。僕は皆さんどっちか裏側やってってほしいんだけど、ここのこめかみのちょっと上あたり、ここをね、こうやってね、こうやってちょっとつまむだけでいいです。こうやってこうやってこうやってつまむ、この範囲全体的に40秒間やっていきます。40秒数えます。はい、用意スタート。これつまむって言ってもなんかつまめないなみたいな感覚あると思うんで、なんとなくでいいです。なんとなくつまめれば、つまめる？つまめます。つまめますね。硬い人はね、結構つまめない。お客さんでもかなり個人差あります、これは。でもここつまむとね、こうやってね、こうやってこうやってすごいいい感じです。1ミリくらいこうつまめる部分とかですね、硬いと。そう、1ミリでも2ミリでもつまめるところはつまんで、そう、この側頭筋の筋膜リリース、これを行いたいんで、硬くなる人多いんでね。よし、はい、40秒経ちました。 OK。そしたら今度はエラのとこ、ここをこうやって軽くこうやってつまんでいきます。ここ30秒一緒にやりましょう。はい、用意スタート。ここ、このエラのちょうどエラのとこ、ここね、めっちゃリンパ溜まるんですよ。皆さんすごいの、滞りが。滞りにも程があるここの滞りをやっぱなくすと滞らなくなりますもんね。そりゃそうだ大渋滞だよね、みんなね。大渋滞です。ここ多分あれだね、高速道路の料金所みたいになってる。ああ、入れ、なかなか入れないですね、もう料金所で。高速に侵入できない。まあまあそうだね、通れないっていうのがあれなんだけどはい、30秒経ちました。 OK。 したら今度はこの耳たぶの下のところ、この首のここ、ここをこうやってつまんでいきます。これ40秒いきます。用意スタート。クックッと、ここを軽くこうやってニュニュニュって、ニュニュニュって、ニュニュニュってやっていく。すごい熱い。もう温まってきました。めっちゃ熱いよ、こっちだけ左だけこうね、やっていくと、もう顔のね、これ今 1,2,3 ってやってると、顔のリンパ全体的に流れていくんで、ね、上からこう今流していってますから、クックックッと、はい、40秒経ちました。 OK。 そしたら今度こっち側同じようにやっていきます。いきます、用意スタート。ここをこうやって軽く全体的にキュッキュッキュッってつねっていく。これやっぱこうほぐすよりこうなんかこう細かくほぐせるから、いつものこのなんとなくのマッサージよりかなりほぐれます。これクッ、いつも紹介してたのはなんとなくだったんですか？いやいやいや、大まかにねいや要はより細かくほぐせるってこと突っ込まないでよ、そんなことでも皮膚もやっぱりへばりつきますからね、顔に。そう、剥がしていった方がほぐれますからね。確かに、ほら、特に深層がないし、顔はあんまり。ああ、確かにそうですね、表層だから。はい、40秒経ちました。 OK。 したらまた今度ここのエラのところをこうやってつまんでいきます。いきます、用意スタート。グッと、ここが噂の高速道路の料金所ですから。料金所、ここすごいから、みんな本当に。 ETC の人は今 ETC の工事中、今工事中か。今これ工事してんの、私。なるほどなるほど。そう、 ETC に変えてんだ。そうか、だからこう今までスムーズに通れなかったものがスムーズに通れるようになると。そう、しっかり工事して、こうやって工事。はい、30秒経ちました。そしたら今度はこの耳たぶの下のとこ、ここですね。いきます、用意スタート。ここをクックッ
グッと。結構硬い人は硬いんで、しっかりとこうもう根こそぎつまんじゃってください。根こそぎ、やっぱ根こそぎつまんでね、行きたいところなんですよ。根こそぎ根こそぎ首が凝ってる人はそこちょっとつまみづらいかもしれないですね。そうですね、だからこう結構グッとグッとね、行ってほしいですね。グッと根こそぎ、根こそぎ、はい。ここのポイントは根こそぎつまむと。そうだっす、はい、そうだっす決してハプニングが多いですはい、40秒経ちました。 OK、 ここ全体的にいい感じ。そしたら最後はここの頬骨を耳の方に向かってグッと押していく。グッと下に手に寄りかかるだけで、押す、この手の押す方向は耳の穴の方。これを1分一緒にキープしましょう。よーい、スタート。ただこうグッと押すだけ。頬骨を本当に耳の方にグッと持っていくイメージで。このでもイメージ結構大事ですよね。めっちゃイメージ、そっちに動かしてるんだっていう。はい、あとはやっぱりこのここはですね、胸骨筋という筋肉が張り巡らされてるんで、網のように。なのでこれをしっかりとこう向こうに引き上げると、ほうれい線がね、めっちゃ薄くなっていくね。なんか前もこれやったけどさ、はい、前やった時さ髪の毛短かったじゃん。はいはいはい。だからすごいね、前髪がすごい長くなってるなってカメラを見て思いました。結構動画見るたびにやっぱ剛さん髪型変わってるから。髪型落ち着かない人ってなんか見た目だよね。浮気症というかあちこちいろいろ行っちゃう人なのか。そういうの、ポジティブにいけばいろんなことに挑戦、やっぱチャレンジ精神じゃないですか。それ、そういう浮気と関係なくはい、1分経ちました。 OK、 皆さんお疲れ様でした。今日は頭から首にかけての筋膜リリースをやって、リンパを流して、さらにこう胸骨筋胸骨をアプローチして、もうほうれい線も顔のたるみも全部解消していこうという動画だったんですが、こういうのをやろうやろうと思っていてもやっぱりね、どんどんやらなくなっていくんで、たまにはやった方がいいよっていうメッセージも込めてこういう動画をお届けしていくので、なんか諦めそうな時があると思うんで、もういいかな、顔のことは気にしないで、そんなこと言わないで、まだまだ皆さんお綺麗でいれるお年頃ですから、僕と一緒にこれからも美容のために頑張ってウィンウィンの関係で居続けましょう。そしていつまでも美しく綺麗なあなたでいてください。このようにアピュランス TV では、今よりも綺麗でいたい、いつまでも若々しくいたい、そんな方々が増えてほしいって思う動画をお届けしている方は、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは本日もご視聴ありがとうございました。